とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もやっていきましょう。タワーで2ついいものが出るまでやめられません。前回、2回連続で出て、20分で終わったんだよね。さあ、今回は、どうでしょうかね。まあ、この前と同じように、10分で終わるっていうことは多分ないと思うんだ。あれレアだもんな。あれ結構稀だったんだ。どんぐらいで終わるんでしょうか。やっていきましょう。できれば2時間以内ぐらいでは終わりたい。お、あ、ダメかダメか。ノーマルノーマルだね。よろしくないね。で、あれだよね、コメントでもあったけども、ノーマルのね、いいやつが出てるっていうのがあって、それだったらば、こう、ユニーク職人とか、金細工職人とか、あれがね、キャンプにいてくれればいいよね。エメラルド1万個とか、それぐらいでいいから、やってほしいんだよな。まあ、ちょっと今のところ難しいか。では、やっていきましょう。2つ、いいものが出るまで、やめられません。黄金ピグリンのクールダウンで雷フォーカスもついてる。でもね、黄金が重力パルスなんだよね。重力パルスはあんまりこれには合ってないからな。ダメだね。これはなし。おっと、物はいいよね。物はいいんだけども、クールダウンがついてない。こっちも、ダイナもないし、クールダウンショットない。ロールチャージ、アーティファクトチャージもない。微妙だね。物はいいんだ。物はいいんだけども、エンチャが良くない。どうなんだろうね。早く出てくれ。お、これは、ありじゃない？流れ込む魂でしょ？で、輝きリフレッシュでもいいし、思いっきりの回復寄りのやつが、出たね。これ使い方次第で結構役に立つんじゃないかな。冬は？冬は良くないね。フルメタルも、お、黄金だ。クールダウン入ってれば、クールダウン入ってりゃいい。ポーションバリアか。惜しいな。惜しいな。不滅のナイフ、これ良くないですか？使っていけるやつだと思います。まあ、とりあえずこれ、1個目でカウントさせてもらいます。不滅のナイフ、流れ込む魂、輝き、リフレッシュ。いいんじゃないですか？惜しいな。今ね、弓でバーストボーストリング、ダイナモ貫通、この3つがついてるのを探してるんだよね。まあまあ、できればピンクスコーンドレルとかグリーンメダスで、ダイナモ、クールダウンショット、ロールチャージ、バーストボーストリング、まあそれがベストなんだけども、まあまあ、この3つも欲しかったんだよな。ダメなんで、また探し出しましょう。締め具が出たけども、微妙な感じだな。旋風クリティカルはいいよ。で、一番左。いやー、使わんかな。旋風と、重力、合わせても、いや、あんま良くないな。重力あるなら、旋風いらないし。旋風あれば重力いらないんだから。ダメ！これはもう妥協しないぞ。いや、やっぱりね、今日は、物はいい。物はいいんだけど、エンチャが、ちょっと微妙なんだよな。悪くないエンチャもちゃんとついてんのよ。でも、クールダウンじゃない。惜しい。物はいいんだ。物はすごくいいんだけどもね、惜しいぞ。
今日は結構かかるな、本当に。怒り。あ、お、うん。いや、微妙か。いや、黄金次第だな。なんだ。ゾンビ特攻いらない。今日は妥協しないよ。そろそろ来てほしいけどね。これは微妙だな、不安定。クールダウンついてる。で、毒フォーカス霊気か。不安定なローブで怒りを使うことはないと思うんだよな。これは、まあまあ、使えなくはないんだけども、いや、ダメだ。今日はね、ちょっと妥協せずに行こうか。これでは、やめれません。まだちょっと続きます。惜しいな、惜しいな。これ、黄金で、クールダウンついてりゃよかったんだけどね。ダメだな。今日なかなか出ないぞ。妥協してないからかな。出ない。これはどうだろうか。確か公開員の貫通は 100% だった気がするんだよね。なんかそういうコメントもあったんだよな。ダイナモと合わせると、いいんじゃない？海の中でも使えるし、ちょっと一回試してみようか。これ、いいんじゃないですか？ダイナモ入れてきました。これで貫通 100% だったら、ダイナモ無限いけるよね。どうだ？あ！いける！いける！いけるよ。で、ダメージ、1300万か。悪くないね。1300万で、しかも海底でも全然使っていけるっていうことで、これはいいぞ。で、もともと53発あるから、まあ、性能としても悪くない。まあ、ミスらないようにね、撃っていかなきゃいけないけどね。そうか、OK、OK。で、ダイナモ、そうね、テンポセフトだろうな。ダイナモテンポセフト、連鎖、連鎖クリティカル、まあ、どっちでもいい感じかな。はい。まあ、とりあえずこの、公開のクロスボウ、いいんじゃないですか。二つ目、ゲットです。ということで、今日は結構時間がかかってしまいました。2時間で終わるつもりが、2時間、3時間かかってないかな？ 2 時間4、50分。それぐらいで終わりました。なかなか長かったね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。